M386 は、マイクロソフトの MS DOS や、類似の環境で拡張メモリを使うためのもので、インテル 8386CPU 上で、XMS を使って拡張メモリを生成する。この技法は1987年に、コンパックが開発した、セムが、起源と思われる。マイクロソフト版は1988年に、Windows、 3862.1に組み込まれたのが最初で1989年には MS DOS 4.01上の独立した M386SYS となった。より柔軟なバージョンの M386EGZE は1991年の MS DOS 5.0で登場した。M386EGZE は他のメモリマネージャーと違い動作には ヒーメム SYS を必要とする。先に常駐するヒーメム SYS が HM8XMS を担当し、さらに EMS を提供するドライバとしてベッド MSYS が用意されていたが、8386以降のプロセッサでは、MSYS の代わりに M386 が常駐することにより、より使い勝手の良い仮想 EMS とアンビが提供される。 M386 の常駐後は、プロセッサが、プロテクトモードであることを示すポリエチレンウィットが立ち、ドスといえど純粋なリアルモードではなくなる。そして、M386 は、リングプロテクションのリング例で動作し、ハードウェアに直接アクセスする命令などが一部、制限されるようになる。他の拡張をメモリマネージャーと、同様、M386 は、 仮想86モードを使っている。ただし、仮想86モードを示すフラグレジスタの VM ビットは例を返す。Windows では、プロテクトモードのカーネルがその役割を果たすので、386エンハンストモードでの Windows セッションの間、M386 は一時的にシャットダウンされる。M386 エグゼは、アッパーメモリーブロック内の未使用ブロックにメモリを、 マッピングでき、デバイスドライバーやチームソニックレーシングをそこにロードし、コンベンショナルメモリの使用を節約する。ありがとうございます。